そうだな。あば、うん、話すのは君じゃなきゃダメね。だけど探すのくらいは手伝わせて。そうよそうよ、私たちだってレイちゃんの仲間なんだから。レイちゃんは NPC だから一人では街の外に出られないはず。見つけたらまずはあんたにメッセ飛ばすから、みんなもいいよね。了解です。いいわよ。したこんにちは。今さら笑顔を作ってもだ。レイちゃんが家でクエスト、なんでなのかしら。フリューゲルなら何の問題もなく入れたわよ。マスター、ゲートを通過する際 SBC フリューゲルに入れるだけの強さを示す。だってあんなレベルのエネミーなら。あ、違ったの。まさかあなたアバシスの忠告を。はいはい、そうね。それにしても不思議ね。レイちゃんがレアな設定持ちなのか、家出しちゃうアファシスなんて初めて聞いたわ。さっき見覚えのある人影が展望だ。声をおかけしましたが反応がありません。レイジーちゃん、早く行ってあげて。きっとあなたを待っていると思うわ。おい、お前さん、何をそんなにあたふたしてんだ。残念だったな。お前さ、俺様は今まで何たって何度も俺様との勝負に勝っ。それがなんだ。アファシスちゃんをな、そんな顔しても許さないからな。あいつの行き先なんか絶対お前には教えてやらん。チェ、ここで金を出すから教えてくれだとか、うん、どうや。ああ、言うな言うな。人の事情に立ち入るのは男のすることじゃねえ。たく、仕方。あいつはな、俺様のところに来るかって聞いたらよ、総督府前の広場へ。な、早く行ってやんな。やっぱり見つかっちゃいました。私はアファシスだから、マスターと一緒。そんなことも忘れてしまった。
私は決心しま、多分私はポマスターの役に立たないアンド、だからお母さんに報告して直してもらって、名前も返します。私にはもう呼んでもらう資格はありません。マスター、私はポンコツなんですよ。アホシスですよ。私は、私のマスターは目の前にいる、たった一人、おやつじゃありませんでした。連れてきていい友達は一つまでだったのです。とにかく思い出したのです。まず最初に登録できるのはアファシスと同期、約束を破って3人を連れて入ろうとしたから叱られたので、私のせいでたくさん迷惑をかけてしまいました。マスター、おめえ挽回したいです。ちょっと間違えました。マスター、これから一緒にゲートを突破、 SBC フリューゲルの入場券を手に入れて、ありがとうございますマスター。無事到着しましたね。使いますよ。お母さん、ただ SBC フリューゲルに入るためのテストをすると、マスターはとても強くなっています。今のマスター、私も頑張ってサポートします。設置完了。アファシス、感謝を。アファシス、感謝を。アファシス、感謝を。それ、アファシス、感謝を。応援してますよ。アファシス、感謝を。手応えありです。アファシス、感謝を。クリティカルです。今回復します。最高です。アファシス、力になれてよかった。アファシス、感謝を。フリーズしてます。素晴らしいです。アファシス、恐縮です。アファシス、助けます。もう
少し頑張りましょう。回復、サンキューです。回復します。回復をお願いします。もう少し頑張りましょう。アファシス、感謝を。回復、サンキュー。回復します。アファシス、感謝を。それ、はっ。アファシス、感謝を。レイズしてます。最高です。アファシス、ありがとうございます。今回復します。アファシス、感謝を。ブレイズ状態、攻め時です。何かしてくる気配です。注意を、行かせてもらいます。アファシス、感謝を。何かしてくる気配です。アファシス、感謝を。素晴らしい結果です。やった、やりました。これでマスターは SBC フリューゲルに入る資格を得ました。みんなに教えたらびっくりですね。バッチリ名誉挽回できます。そうですね、お母さんには会いたいけど。こんにちは。元気そうね。イベント達成、あなたなら大丈夫だとは思っていたけど、本当に初めて会った時はリアルラックだけ飛び抜けたニュービーさんだと思っていたけど、そういうことをさらりと言えるのがあなたらしい。でもそんなあなただからこそ、でもともと仕様や設定がレアだったのかもしれないけど、それだけでは説明できないほどの進化を遂げているわ。まあ、あくまでもマスターであるあなたや仲間たちの影響を受け、この GGO というゲームには自分の腕や強さを誇る猛者たちがたくさんいる。もちろんそんな彼、本当の一番の強敵はあなたは。もし私ねえ、私のパートナーになってく SBC フリューゲルはかなり強いエネミーが出るでしょうし、何が思考略系スコードロに入るのも手なのだけど。マスター、私には戦場でのサポート技能。ありがとう。だけど私は、もちろんいざという時は頼りにさせて。承知しました。どうかしら、私ならあなたの最高のパートナーになれると思うわ。私は二人きりのチームの方がいいのだけど、でもあなたなら。じゃあ、あなた、いつかあなたの右腕になってみせる。私も。